CPI ライブは遠藤さんゲストでお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お最初にこれが来ましたね、先週日経に出ていたのでまとめてるんですけど、2024年のドル円予想一覧ということで、年末の予想、ゴールドマンサックスは、まあ、大統領選挙も加味してでしょうか、11月末としております。はい、ゴールドマンサックス150円、 JP モルガンチェス146円、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券138円、野村135円、みずほ証券125円、大和証券123円ということで出揃っているんですけれども、なんかそうじて日経が円高 ですよね。そうですね、これ見て、うん、確かにと思ったんですけれども、ゴールドマン150円ですか、今とあんまり変わらないんですね。そうですね、うんうん、金利が高止まりするだろうということですけどね、うん、JP モルガンチェースもちょっと円安基調は継続、ただし日米利下げ、日銀は利上げ、まあそうですね、したらなんか円高になる、やっぱりやりそうな感じなんですけどね、なん、うん、ほぼ現状というか、そういう予想になってますね。まあでもどこもアメリカ利下げで日銀利上げっていう方向は変わらずですけど、立ってますよね。はい、まあ、日経がより120円台は、景気が悪化するっていうところが入ってて、うん、みずほ証券はまあマイナス金利解除、ここはまあ市場コンセンサス通りかなと思うんですけれど、そうですよね、うん、まあ、あとどこまで利上げするかですよね、はい、利下げするかですよね、アメリカがね、そうですね、まあ、そんな中で日本が、まあでもゼロ金利解除、マイナス金利解除でもマックス来年じゃないかもしれないけど 0.1 ぐらいまでじゃないですかね、日本はね、上げてですかね、うん、まあ年末には年末とか秋以降は上げそうだなっていう予想があるみたいですけどね、うん、そうですね、そんなでもバンバン連続利上げをできるようなあれではないですよね、日本は。そうですね、ちょっとまあ方向を見ると、まあ横ばいか下かっていうところですけど、円さん、まずは上か下かレンジかで言うとドル円、こっから、はい、ちょっと年末の値当てるってなんか難しい、そうですね、ざっくりとした方向感で言うとやっぱり下だと思うんですけどね、はい、ゴールドマンも150ってことは今年の高値は抜けないってことでしょう。そうですね、まあ、抜けてもここら辺のところなのかな、でも、うん、だからゴールドマンなんか、まあ、モルツさんにしても、あ、JP モルガンにしても146円だから動かないのか、それほど円高にいかないっていう感じですよね、うん、一番近い予想はどこになりますか。うーん、野村とモルツさんあたりですかね、135円半ばぐらいですね、うん、アメリカは景気減速っていうところですけれども、9月頃利下げなんですね、へえ、結構利下げが遅いですね。いや僕もね、明日のドットチャートを見たいんですけど、はい、そんなに2回か3回だと思うんですよね。あ、なるほどなるほど、うん、最大5回、うん、4回ですよね。それはないと思うんですけどね、うん、ちょっとだいぶ前のめりになってるな、うん、そうなんですよね、そこまでやるかなって感じですよね、はい、うん、はい、ちょっとどこでしょうね、トランプさん利下げを推し進めた張本人なのでドル売りになるんでしょうかっていうふりをしようとしたところなんですけど、そうなんですよ、だからありそうですよね、なんかドル高いかんみたいなことをつぶやいてまたドドドッと落ちる、まあトランプさんになったらボラティリティが上がるのは確かだと思うんですよね。そうですね、だからそこら辺がもうね、どうなるかっていうことでみんながこう振り回される4年間になりそうだなっていう、ただ株はなんか米株はすごい上がりそうな印象です、まあ、金利下げろって言ってますからね、はい、だからそこら辺はサプライズかなと思うんですけどね、はい、はい、そして次の資料に聞きますと、はい、来年は利下げだということで各国中銀の利下げ時期市場コンセンサスをちょっと、スライドにまとめてきました、はい、ちょっと私メキシコってるんで、はい、メキシコ、まあ、3月から6月ぐらいの間に最初の利下げを行うだろうと言われているので置いてきました、はい、で植田総裁のチャレンジング発言でちょっとYCC 解除、マイナス金利解除も前のめりになりつつあるのかなというところですけれど、一応市場コンセンサスではまあ4月というところですかね、うんうん、まあ
やっぱり春闘の問題があるんでね、はい、まあ、それが分かってからっていうのと、あとやっぱりレビューをしましょうって言って、来年の1年ぐらいかけてっていうと、来年の、まあ、っていうか、だから5月か6月ぐらい以降っていうのもあるんですけど、うん、ただ一つ言えるのは、海外がアメリカが利下げを始めるってことは景気が悪くなるってことじゃないですか、はい、まあ、ある程度インフレ率もあると思うんですけど、でも景気が悪く、すげえ悪くなる速度がすごい速すぎて、ガンガン利下げしてるのに日本だけ利上げって、まあ、マイナス 0.1 をゼロにするぐらいだから、あんまり実質的には影響ないと思うんですけど、その時に利上げできるかなっていうのがあるんで、うん、一番ありえそうもないという意味では、来週やる。来週ですか。もう来週やる。なるほど、ね、うん。来週やってもう。もう、あ、そうか。できる時っていうところで言うと。そうそうそう、来週やっても、あとは、のとなれ、山となれじゃないけど、様子を見るっていう。でも本当、早い時期にやんないと、多分できないと、できなくなる可能性もあると思うんですよね。それだけ世界中が利下げ本当にするのであれば、ね、ECB なんか、4月から毎回やるって GS の予想出してますし、はい、ということは世界的にやっぱり景気が悪くなる。で、中国だって景気悪いし、そうですね、もう物価またマイナスでしたし、ですよ、だからかろうじて本当できるとしたら、できるだけ早くみたいなのはありますよね、うん、確かに、まあ、6月ぐらいですかね、上田さんの会見を見ると、確かに、まあ、最初政策変更するときはある程度サプライズにもなるんだろうっていうコメントを今思い出したんですけれども、そう、少なくとも、イールドカーブコントロールはサプライズにならざるを得ないし、僕は実質的にイールドカーブコントロールは終わったと思ってるんで、もうそこはもう一つ踏み出したんで、うん、あとはやっぱりマイナス解除ですよね、うん、マイナス金利解除自体もちょっと、まあ、やめるっていうところは象徴的なところはあるんですけど、実質こう大きな影響があるのかっていうと、そうなんですよね、まずマイナス金利 0.1 ですけど、マイナス金利が適用されてるのは銀行預金の中の当座預金の一部なんで、それって20兆円か30兆円ぐらいなんですよね。だからほとんど影響ないっていうのと、多分短期金利をいじって皆様の影響が出てくる住宅ローンとかそういうのって、タンプラって言って、銀行が短期プライムレートって言って貸し出し金利なんですけど、それってもう、ここ2年ぐらいかな、マイナス金利になってからもずっと 0.1 なんですよ、プラス 0.1 なんで、うん、だからマイナス 0.1 がゼロになってもプラス 0.1 そのままだったら、我々の生活っていうか市中の金利って全然動かないんで、そういう意味では、うん、あんまり、まあ、象徴的な意味はあると思うんだけど、うん、要は大規模の緩和から少しこう出口に向かってますよっていう、そういうスタンスは示せると思うんですけど、実質的に影響はほとんどないと思うんですよね、うん、そういう意味ではもう影響のないものはとっととやめた方が良いんじゃなかろうかっていう意見も、本当本当、できる時にやっとかないと、だから結局まあ、インフレのせいもあるかもしれないんですけど、各国の中銀とここまで金利を上げたじゃないですか、はい、で極論するとアメリカって今 5.25 から 5.5 なんで、あ、 5.5 から5、あれなんで、そのあと 5% ぐらいは金利不況になったら下げられるんですよね、はい、それが日本はのりしろないから、もう早く上げた方がいいっていうのはあるかもしれないですね。はい、阿波川さんコメントいただいてます。来週やったらどうなるんでしょう、まあ、日銀が動いたらっていうことですかね。まあ、だからそこまで織り込んでない額って今のレベルだったら、やっぱり円高には少しは動くと思うんですよね、うん、だからまあとりあえず141っていうのが一つのこのあれになったじゃないですか、はい、そうですね、フロアシクラッシュ、うん、で上は今のところ146の50じゃないですか、はい、とりあえずここが決まったんで、ここの間でどうなるかってことですよね、うんうん、決まったところに向けて動く、出た材料が動くっていう、ね、そうなんだね、はい、だから、うん、そうですね、うん、はい、こちら遠藤さんのマーケットサテライトということで、今月ももう70名近く入られて、そうですね、今月やっぱり中央銀行なんで、中央銀行ネタは割といっぱい出してるんで、今月ね読んでいただけるとお役に立つかなと思うんですよね、はい、2日に1回ぐらい
動画をせっせと出されて150何本目の動画ですとか、ね、そのぐらいになりますよね。もう4ヶ月ですから、はい、あ4ヶ月じゃない6ヶ月か、あ6ヶ月じゃない、もう8ヶ月か、4月からです。もうそんなに経ったんですね。4月、まあ、4月途中からだったんでね、もう、はいはい、初月無料になってますので、はい、ぜひ皆さん気になった方は入られてみてください、はい、たくさん得られるメリットもあります。特にあのファンダ、強くなりたいという方はおすすめでございます。そうですね、うん、そしてちょっと冒頭宣伝ばっかりなんですけど、うん、サクッと終わらせちゃいます。来週水曜日に、はい、東京田町で19時30分からなんですけど、うん、セミナーというか、まあ、集まれる場を作りたいなということで、ヒロピーさん、エンゾーさん、ラクダモリと松田さんお越しいただいて、無料セミナーを、開催予定です、本当にあの、まあ、気軽にフラッと来ていただければ大丈夫です。申し込み期限ももう当日の9時、19時30分にしてますので、興味ある方は、ぜひ申し込んでいただければと思います。松田さんが来るとなんかバンコクの話かなみたいなタイの話、タイの話か、東南アジアの話かなみたいな。松田さんもあれですね、オフラインでできる楽しい話いっぱいありますので、あ、はい、あのなかなかオンラインで聞けないなっていう対面セミナーなので、ご質問にいらしていただければと思います。